飲んだらダメなやつ、これ。どうも、激辛ジョニーです。今日もみんなの新火をつけちゃうぞ。やってきましたー。はい、ということで本日は東京は秋葉原にやってまいりました。なんとこちらの秋葉原に激辛担々麺があるということで、今回私やってまいりました。辛さとしびれが効いた担々麺ということで、一応メニュー表上にはですね、辛さとしびれのマックスレベルは5までなってるんですけども、なんと裏メニューで辛さとしびれが6にできるということでね、今回私その裏メニューの辛さしびれに挑戦していきたいと思います。本日のお店がこちらです。ドン神田担々麺四輪坊秋葉原店でございます。これね、その名の通り、神田担々麺陳麻婆豆腐ということでね、いろいろなね担々麺が、楽しめるということなんですけれども、見てください。ここ意外にもいろいろラー油、スープ、全粒粉麺、頂点唐辛子とか唐辛子、四川ホアジャオとかですね、本格的な担々麺が味わえるお店でございます。汁あり担々麺を辛さとしびれマックスにしてやっていきたいと思います。それでは早速いきましょう。レッツゴー。はい、それでは来ました。こちらがユンリンボーの汁あり担々麺、辛さ6、しびれ6でございます。見てください、これ。うわ、辛そうだね。このどす黒さすごいね。やばそうだね、これね。そういえば今日はですね、カメラマンちょっといつもと違う人、ミオさんにね、友達のミオさんにちょっとお願いしてるんでね、よろしくお願いします。今日はやばくない？さっきちょっとさ、普通の食べてたじゃん。全然色違くない？やばいよね。こっちもどす黒いんですけどね。店長曰く中本の北極ラーメンより辛いらしいんでね、もう超えちゃってますから、ぶち上げていきますよ。いただきます。さあ、ユンリンボーの汁あり担々麺、お手並み拝見ですということで、さあまずはね、勢いよくスープをすすっていきましょう。いただきます。効いてるね。おー、辛さとしびれダブルパンチでございます。さあ、この激辛スープを麺に絡めていきましょう。辛さとしびれがすごいね。事前に調べたところ、結構ね、食べログの評価も高いんですよ。ここ元の味が美味しいでございます。これね、山椒が入ってるんですけども、普通の山椒じゃなくて、うなぎに使われるような山椒ではないんですよね。この四川山椒って言われるね、中国の山椒なんですけど、同じ山椒でもこれね、すごいね、しびれが効くんですよ。他にも調味料足したい？いやいや、早すぎだろ。暴走すんなよ。やめて。いやいいよ、大丈夫大丈夫。ちょっと初回からぶっ放しすぎじゃない？ちょっとやめて。ちょっといいから、やり続けちゃった。ちょっとや。おいしい？まあおいしいです。ありがとうございます。辛っ、これ。辛いけど、しびれの方がきついね、これね。山椒もね、結構な量入れてましたからね。もうスプーン20杯ぐらい、もうスープがもう見えなくなるぐらい、もう真っ黒になっちゃって、これ本当に担々麺ですかというぐらいね、真っ黒ですよ。具材はね、ネギ、もやし、ひき肉、頂点唐辛子というね、中国の唐辛子、あとホアジャオ、ラー油などなど、さまざま入ってるんですけど、これは辛い。無理だよ。無理だよ。これは15分以内には食えないよ、これ。やばいよ、これ。うん、とりあえず麺と具材終わったんで残りスープのみ。これやばいじゃん。飲める？飲める。飲めるわけないだろ。ちびちびいこうかこれね。うん、うん、スープ飲める気しない。飲んだらダメなやつこれ。大丈夫なわけないだろ。よく人に唐辛子食わしといてそんなこと言えるな。最上級のしびれ。ごちそうさまでした。くらすごいね。何さ、今日の辛さレベル8だね。8。しびれが加わることによってね、ちょっと辛さ度がバンってこうアップしたような感じがするけど、やっぱねこの辛さとしびれが合わさることでね、より辛さのマシかなと思います。ということで本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。動画制定も通知もぜひオンにしていただくとね、僕が動画更新したら通知がポンといきますんで、通知オンしてくださいな。ということでまた次の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。